チョキチョキチョキ、グーグーグー、パーパーパー、負けちゃった。みなさんこんにちは。こんにちは。はい、爆走大人小学生の山田優斗です。はい、大人小学生の石原美咲です。はい、大人小学生の花塚蓮太郎です。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、ということでやってまいりました、オトキャン第3弾です。3弾、はい、ありがとうございます。はい、今回もですね、千葉県柏市にございます、はい、小川グランドロッジフィールドさんに、はい、はい、来ております。よろしくお願いします。お願いします。この1回目2回目で積み上げた僕らのね、はい、このスキルをこの第3弾でさらに披露して、で、どうした？スキル、うん、スキル、そこ、というか1人足んなくない？私の友達がいない。確かに。あれ、友達どこ行った？確かに何も聞いてないんです。うん、まあ、あれなんですよね、あの方は実はニートから社長担当になりました。はい、社長出勤ってことですか？そうです、社長出勤です。かなり豪華なゲストの方に来てもらいました。それでは本日のゲスト、広瀬彩香ちゃんです。広瀬彩香です。よろしくお願いします。お願いします。嬉しい。普段はキャンプとかってやったことありますか？今日初めてです。うわ、キャンプ見てて、はい、楽しそうって思ってたんですよ。某社長みたいにならないように自分の役割を見つけて。ありがとうございます。頼もしいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということでですね、オトキャン第3弾、はい、皆さん頑張っていきましょう。どこまで入れるんですか？ギリギリまで。3分。これぐらい。紐を入れたい。紐？ロープをね。ああ、そういうことか。そう。初設営。手やりそう、これ。気をつけてね。気をつけます。大変。大変よな。すごい。これだとテンションがかけられないんだ。ドラえもん、本物いる。面白い。本当の人だ。私、エプリルフールさ、本気で騙すさ、あんまりさ、好きじゃないからさ、絶対に嘘って分かる嘘つこうと思って、実は次のドラえもんのせいは私で決まってますって嘘ついた。え、信じてたのに。結構嘘。ショック。3回目ともなると。ボーダーになると目つぶってでもできる。まあ危ないんで、ちゃんと見ながらやります。これはこれが一番大変かもしれない。テンションをかける、テンションをかけるのが一番力がいるかもしれない。手丸なのにね、大変ですよね。大丈夫です。僕四次元ポケットの中を漁るのに慣れているので、細かい作業は任せてください。よろしくお願いします。頼りにしてます。よろしくお願いします。はい、これを持ってきた。うん？おいしい。あ、痛い。素手で。本当に終わった。使いました。はい、使っちゃいました。使うんだ。めっちゃ硬かったですね。ドラえもんさん、次はテントを建てますよ。テントすら張ったことがないので、今から花塚先生に教えてもらいながらやろうと思います。これどっちが表でしたっけ？こちら。この仕事長いんですか？まあ、かれこれね、15年ぐらい経つかね。テントを建てるときに心がけてることってありますか？なんだろう、何事も楽しむことかな。すごい、なんかやってて辛いなって思ったこととか。辛いって思ったことはないな。やっぱ生きることに大切だからね、テントを張るっていうことは。生きること。
トークしてね、うん、ここからどうやるんだっけ15年って言っとったのに先生こいつ働かないですさっきから何一つ進んでないです。これなどうすんだっけ、こうすんだっけ、うん、あ、で全部つければいいんでしょ、これって要は、うん、で、この立てた時にこれなりたいから ここっすよね、これをここの中に入れたい。ありがとうございます、うん、これ黒いゴムを黒のとこにかけるんですよね。そう。で、白いやつをトントン、白い紐を入れてトントンする。ここの黒もここにかけて、あのプラスチックのとかにかけて。なるほど、ありがとうございます。テント完成。あ、違う。さすが。今もうもうもう彩香ちゃんが何も言わずに全てを理解してそうそうどん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 作ってくれてます。だってもう最後の今チェックしてくれてるから。完成。完成。イエイ。素晴らしい。だ。決まってる。ああ。もういいやこれで。できました。あやかちゃんはこっちです。はい。なんだろう、この椅子なんてもう本当に石原美咲とはを。具現化してる完成度だよね。無駄の2回転。それでは改めてスタートします。おときゃー、おときゃー、みんなも乾杯。乾杯。山田ズキッチン。スタートになります。スタートになります。スタートになります。まずね、このオリーブオイルを。たっぷりいきます。終わりです。終わった。最悪。終了です。最悪だよ。オリーブオイルじゃん、しかも最悪。レモン、ね、レモンの臭さ、はい、皮を下にしてあげて。やっぱ皮下にするの大事だもん、ね、皮下するの大事ですよ。旨味が逃げないですから。巻いていきます。そうですね、本当はね、あのブラックペッパーとか最後あったら、うん、これあの自分でお好みに合わせて粗挽きとかあったらいい。そう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 。山田優太の生ハムチーズ巻き完成です。イエーイ。いただきます。おいしい。うめえ。うん、おいしい。うまっ。ニンニクが、うん、ニンニクとレモンがいい。めっちゃうまいです。よっしゃ。社長、お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。ごめんね、遅れて。すいません。いや、お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうね、めっちゃ準備とかしてて。あ、全部やってきましたんで。あ、ありがとう、ありがとう。いいです。あ、ありがとう。飲んでください。どうぞ。あ、じゃあ、どうっす。お疲れ様です。ください。ごめんね、みんな本当遅れて。大丈夫です。全然全然全然。わざわざ
準備してくれて、うんっす、もう全然当たり前なんで。じゃあみんな、どうも楽しんでいこう。はい、やばい、バイバイ、失礼します、失礼します、下から失礼します、どっすどっすどっす、お疲れ様です。仕事をしてきましたね。ただニートなだけじゃないです。ちゃんと仕事をしてきました。働いてるニート。来る時さ、タクシーで来たんだけどさ、タクシーの運転手さんがめっちゃおもろくてさ、何？なんか乗った時にね、